4月は古墳時代末期から飛鳥時代にかけての皇族。日本初期では他に田村王女、古事記では法王、ぬか大姫王と表記されている。おっさかの彦人体系女の日。女名天皇の母。父は第30代美達天皇。母は伊勢王四角び子熊の女。同房姉妹には太姫王女がいる。590年前後ごに、 イボアニの押坂の彦ノヒ体系美子と結婚。五百九十三年頃に、田村美子。その後も中津王、タラを設けた。夫の押坂の彦ノヒ体系巫女は美子は、美脱天皇の第一王子だったが、ソガシが誠意を振るっていた中、大いにつけないまま死去した。日本書記によれば、ぬかたべの王女の代において、そのいとこにあたる馬屋と王子が、皇太子、摂政として、 天皇を助けていた。そのため、長男の田村美子には、王位継承の可能性はなかったが、田村美子が、蘇我馬子の娘、宝妃下ツメと結婚し、個人体系美子を設けたこと、馬屋と王子が先に死去したことなどもあり、明確な後継者の指定はされなかったものの、蘇我氏の力を背景に629年に即位し、ぬかて姫を王女は、天皇の母となった。 641年に、除名天皇は宝魚。その後は、山城の大帝王や個人大帝巫女の異母帝の桂木巫女など、競争相手がいたためか、義理の孫、鉄孫でもある、除名天皇の皇后、宝王女が即位した。しかし、645年に、木の富の変で、蘇我江蔵、蘇我イルカ親子が滅ぼされ、彼らに擁立されていた。 個人体系巫女もクーデターの首謀者だった、桂木巫女、中富の鎌足りに抹殺された。さらに、654年にはやはりまた名にあたる、高徳天皇の宝百658年には、ひよい孫にあたる有馬の巫女の処刑、彦である立て巫女の創生、661年には、重訴していた、西明天皇の宝御と多くの近親者に先立たれ、 白月の絵の戦いの敗戦直後、孫の桂木美子の正式な即位を見ないまま、六百六十四年に、皇居した。なお、その時すでに、現存にあたる多くの王女、草壁美子、大津美子が誕生していた。女名天皇をしさかうぬかて姫王女をしさか年は不明だが、長男である田村美子の有力青年や、蘇我氏、物の部氏の二等体制から、 白月の絵の戦いまでを生きていることから、当時としては、長寿を、全うしたと思われる。なお、桂木ラギの祖母に当たり飛鳥島宮に住んだことから、死後に島公祖母命と称された。なお、彼女は、前述通り、田村王女との別名があるが、息子女名天皇の御名、田村は、彼女の、その別名をそのまま継承したものである。また、紅玉。 西明天皇の宝王女も、その可能性が高いと、平林昭人らは指摘している。宝の名は、古代においては、藩政天皇や人権天皇の巫女にその名が見え、また、馬屋と王子の子にも、在巫女がいたなど、珍しい名前ではなく、巫女,女の養育に友の宮津子直属の部下が担った、ことから来ている。なお、母の父、伊勢大四角美子熊については、 演技式から、伊勢国に地盤を持つ豪族だったのではないかとの意見がある。ありがとうございます。